彼の死を無駄にしちゃいけないわ。立派なもんだ青木都知事。一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技をね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。行くぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、通して、通してください。青木都知事。ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずねえ。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下中は。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。ゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。カラスもカラスで生きていくのに必死なんだ。多めに見てやれ。それにカラスはよ、頭だっていいんだぜ。ゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もある。へえ、そうなの。っていうか随分カラスの肩持つじゃないの。まあ同じゴミ捨て場を漁った中だからな。これも仲間意識ってやつなのかしら。私の番ですね。なめんなよ。きねえ。なめんなよ。あっし。やんのか。せえせえ。ほら来いよ。なめんなよ。ほら来いよ。よし。痛い目に合わせますよ。ほらほら。よし。行くぞ。ねえ。まだ。本当だ。さあ、出ると思う。なめんなよ。あ、そう。ほら、絶対負けない。俺の番。私が相手です。マジか。
おう。頭かち割るぞ。ビビってんのか。さーて。私の番です。ほら来いよ。来いよ。ふざけるな。私の番です。私が俺の番。ほら。よし、行くぞ。来いよ。来いよ。なめないでくれる？来てみこい！おい！おい！私が相手で。やろうぜ！いいね。遊んでくんないか？さて。ふざけるなよ。おい！やめんなよ。やろうぜ。ほら来いよ。あっさり。ありがとうございます。さて。気合が目に合わせますよ。行くよ。私の番です。ほら。俺の番だな。いいね。まあ。やると思ってる。こっち見ろや。ほら。さて。
俺の番。今度みんなでトランプしようよ。どうしたんだよ急に。せっかくマスターが広い部屋使っていいって言ってくれたし、みんなでダラダラしながら遊ぶのも楽しいかなって。まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ？七並べ？そりゃやっぱり大富豪でしょ。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは七渡しは何ですか？七渡しって。それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。